お世話になります。バンコクヒロムラ号チャンネルご覧の皆様、いつもありがとうございます。今日はチャイナタウンに来てみました。ここの大餃子も気になるところなんですが、以前からここの前の道をバイクで走っている時にですね、気になった看板があったお店なんですが、まだ一回も行ったことないこちらのお店に来てみました。なんかラーメン、日本風のラーメンを出してるみたいです。もうここの看板にもう自分自身でもすごく美味しいって書いてしまってます。見た感じは豚骨ラーメンのようです。麺は2種類、バミーとラーメンがあるようです。今回はこちらのトムヤムクンラーメンと普通のラーメンを頼んでみました。ラーメン以外にもメニューがパッタイなど数種類あります。こちらのラーメンを食べてみました。60バーツです。上からの見た感じでは麺が全然入ってないかなと思ったんですけれど、そこの方に結構ありました。麺もしっかりしていて、確かにラーメンの麺です。チャーシューも自家製なのか、大きいのが3枚入っていました。スープも飲んでみたんですが、味は豚骨ではないと思います。ただなんか、ラーメンの味はするんですが、ほのかに甘い感じがします。それと全体的にやっぱり少しちょっとぬるいです。お子さんとかは結構喜んで食べられるラーメンかなと思います。もう一つ頼んだラーメンがこちらのトムヤムクンラーメンです。麺はバミではなくラーメンを選びました。パクチーの味はほのかにしますが、そんなにきつくはありません。こちらのラーメンの方は少しなっちゃって感があったんですが、こちらのトムヤムクンラーメンのトムヤムクン自体がものすごく本格的で美味しいです。こちらでラーメンを作成しているようです。こちらがバミーですね。ちょっと線が細いです。こんな感じです。もう屋台セットみたいなところでラーメン作ってます。これで十分だと思います。チャーシューもこれはおそらく自家製なんでしょうか。美味しそうです。こちらにもあるようにラーメンのメニューがあるんですが、バミーとラーメンと麺の種類が2種類あります。バミーの場合は50バーツで、ラーメンの場合は60バーツです。それにしても安いです。あとも同様です。ちょっともう少し食べてみようと思って、ここの一番上のパッタイ50バーツを頼んでみました。そのパッタイがこちらです。ちょっと最初見た時には油っぽいかなと思ったんですが、まずはマナオを絞ります。マナオ、すだちみたいな感じなんですが、こちらを絞ってから食べます。これですね、よくよく見ると、具材が結構いっぱい入っています。でしかも量も結構ありますね。こちらはノーマルなパッタイの味です。よくケチャップがいっぱい入ってるパッタイもあるんですが、そうではないので食べやすいです。日本人の方でも喜んで食べられる味かとは思います。これ量がすごい多いんでですね、これで50バーツはかなりコスパいいと思います。今回ラーメン2種類とパッタイを食べましたが、これはもうありかなしかというと大いにありかとは思います。ラーメンパッタイが50バーツ60バーツってもう驚異的に安いと思います。また行ってみたいと思います。